久米田の戦いは、A65 年3月5日、泉国八木里の久米田寺周辺に布陣する三好十九に対し、畑山高生が攻め入った合戦。両軍合わせて1万7千から5万の兵力が激突し、三好十九は、この合戦にて戦死を遂げ、三好死没落の原因となった合戦とされる。三好長慶像、大徳寺、受講院像、第十三代将軍。 足利義輝を擁した三好長慶が、永禄四年5月6日に全完了、細川春元と和睦するように義輝より勧められた。長慶は、使者として、三好長逸、松永久秀を、大阪山に出迎え春元は8年ぶりに入居した。春元と義輝の対面が終わると、長慶は春元を、不問事情に幽閉してしまった。その後、晴元の長男、 小元も不問事情に入場させられ、長兄の監視下に置かれることになる。これに激怒した、六角義方は春元、小元不死の処遇に避難し、拒兵することになる。同年3月18日には、三好方の岸和田上場主であった、長兄の弟、東郷一存が死亡しており、長兄に敗れ、木の国に逃走していた畠山高生は打倒、長兄を旗印に古豪していた。 岸和田城の石碑、近世岸和田城ではなく、二の丸付近にあった、戦国時代の岸和田城、三好十九像、妙国寺倉ひなわじゅう三好軍の防備力は低下していると判断したのか、六角吉方と畠山高政らは連携して、京都を含めた機内において拒兵することとなった。こうして、同年7月13日、畠山高生を総大将に、休み宗ふ 湯座神京根ゴ州一万兵で、岸和田城を取り囲んだ。また、同月二十八日、六角吉方は、長原重隆を対象に二万兵を率いて、将軍地蔵山城に布陣した。この時、三好長兄は、飯森山城におり、息子の、芥川山城城主、三好吉沖ら摂津州七千兵で、梅津城、群城へ、家臣の市議山城城主、 松永久秀ら山和州七千兵を計算員、小泉城へそれぞれ入城させ、将軍地蔵山城の備えとした。また、岸和田城の援軍として、総大将に、弟の高谷城城主、三好十九ら河内州を、三好長逸、三好安長、三好正康、篠原長房ら、淡路、淡州七千兵を呼び寄せ、岸和田城に向かわせたが、 畑山軍が取り囲んでいたため、そこから数町離れた久米田自周辺にある、海吹山城に布陣した。11月24日、まず、六角義方自ら陣頭に立ち将軍地蔵、山城出軍、白川口にある神楽岡を占領したが、松永軍が、直ちに迎撃し、長原重隆を、はじめ多くの諸将を討ち取られ、将軍地蔵山城に代却した。一方、 海吹山城は、三好十九軍の諸将が数名打ち取られた。この時の状況は、将軍地蔵さんの戦いも参照。また12月25日、飯盛山城の史上となっていた、三河城の城主、三好正成が、畑山軍の武将、宮崎大上の奇襲に愛戦死した。三好正成は、三好正康の兄で、堺幕府の時から朝廷との折衝役で、 三好氏の重鎮であった。そのような緊張状態の中、翌永六五年正月、三好義沖、松永久秀らは、足利義輝への金河の挨拶に訪れている。この間も、小さな戦闘は何度かあり、特に、三好実九軍は、長い退陣で疲労しつつあった。退陣してから7ヶ月、細川領疫によれば、同年3月5日昼の国より、 三好実球が布陣していた二回復山城に畠山高政、安見夫さらの軍勢が魚林の陣形で攻め入った。これに対して三好実球軍はという布陣で臨んだ。畠山構成軍はと続いていた。まず畠山軍が春木川を溶かしたところに三好実球軍の弓隊が矢を放ち、両軍は戦闘状態に入った。特に畠山軍は 春木川を背面に戦ったが、一時余りで、第一陣の休み隊が崩れ始めると、前衛を務めた、篠原長房隊が、第二陣の湯座新境隊を攻撃した。第二陣も切り崩しているように思えたが、篠原隊と、三好実九軍の間に距離が開いた。この時を狙っていたのか、第三陣紀州を主力とした、湯川直光隊は、春木川の上流より、 篠原隊の背後に回り込もうとした。これに、危機感を覚えた実球は、篠原隊の救出に、三好安長隊、三好正康隊、三好森政隊を前線に投入し、床は隊の切り崩しにかかった。結果、実球の本人は精鋭の馬回り週100機前後と、手薄になった。この時本人の後方にある来る電池方向から、銃声がした。 根ゴロ州の鉄砲隊が本陣へ打ちかけた。馬回り州が倒れ、実球は、わずかの手勢を引き連れ根ゴロ州へ馬をかけさせたが、その途中打ち取られたようである。三好実球戦没地石表井森山城の模型、大東市歴史民俗資料館所蔵、三好実球の自生の句として、草から裾また、今日の日に焦点岩箱にめくりらに、蹴りとある。この句にある、因果とは、 阿波国主である、細川持高を殺害したことを指していると思われている。これに対して、実球の弟あたけ冬康氏は、因果とははる貨車の輪の外にめぐるも延期三好の腹と読み直したとある。なお、この句は合戦前夜に読んだとされている。実球を打ち取った、根頃衆とは、往来右京という根頃寺の首都であったと思われ、最後に残った馬回り衆十あ余りも敵陣に切り、 入ったが全滅してしまった。戦闘終了は、猿の国のことで実球は、去年三十七であった。総大将が打ち取られると、三好実球軍は、総崩れとなり、篠原長房隊、三好安長隊、三好正康隊、三好森正隊は追撃戦を交わしながら、堺に逃走すると、そのまま阿波に帰国した。岸和田城の城主であった、畑冬康も脱出し、 淡路ジ帰国。高谷城の守備兵は、畑山高生に城を開け渡し、飯盛山城へ逃亡した。高生へは、泉、南河内を取り戻した。もう一方の主戦場であった京都は、三好義興が撤退を、主張、京西院小泉城、梅津城、群城にいた京都防衛隊を、昌龍寺城まで引き上げさせ、将軍、足利義輝には、 岩成智道を警護につけ岩清水、八幡宮へ移した。翌3月6日、六角吉方は楽中に進軍し、同月8日に、特政令を指揮刑を掌握した。2年ぶりに、高谷城に入城した畠山高生は、数日平和に休息を与えると、同年3月中頃、三好長慶がいる、飯森山次郎を行為した。しかし、ここは、 三好氏の総本山となっている城であり、武力も強大で、簡単には攻め込まず、敵兵が疲労する、持久戦を取っていたと指摘されている。その後、5月19日から20日の教皇時の戦いへと続いていく。三好実給の墓、妙仙寺くめ立ち組めた寺の石氷。ありがとうございます。